うちは3人子供がいるんですね。子供っていうのはすごく可愛いし、チープな言葉で言うと、まあ本当かけがえのないっていうのはもうその通りだなと思うんですけど、やっぱりそうすると日本だと結局何にもできないんですよね。だからやっぱりこの香港に来ると、それはそれで落ち着きますね。二重生活。実はここセントラルなんでね、ミドルだけど、空気もねすごい汚いはずなんですけどね、この森の数、森がすごいから実は空気とか全然汚くないのかもしれないですね。見てください、この生命力豊かな森は。だいぶ幸せ者だなこれ。この幸せなんだ、うちの奥さんと家族、そしてうちのスタッフみんなのおかげなんですよね。だいぶ幸せ者だな。香港が私にとってすごくターニングポイントというかになってるんですよね、今現時点まででも。いや良かったなこれ、本当良かったな香港に来たっていうのは。必然かもしれない。暑すぎる。はい、本日の1本ですね、フレンシーマーキュリー日本です。ここに星のマーク片方だけですね。ちょっと釣り目の、パープルです。なかなか綺麗な生地です。フレンシーマーキュリーです。ビデオと、カメラなんですけど、ビデオもあるんですけど、今日も和協会の新年会ですけど、先ほど荻野会長一緒に取りに来たら、こうさすが会長、こう手を洗った後こうですね、全てお掃除をされてましたんで、私も真似をしてみようと思います。いつまで続くか分かんないけど、やっぱりそういうところが重要なのかもしれないですね。